阪神ソフトバンク2回戦大竹石川のマッチアップでした。まあ、ゆうせんさん、本当に大竹はすんなりといつもゲームに入ってくれます。危なげなく、ね、しっかり立ち上がりましたよね。中村三振、今宮粘られたんですが11球目見逃し三振で、2回も、まあ、柳田に全く対大竹というところでは、ね、仕事をさせませんでした。ホークス先発石川、まあ、ここのところ2試合結果が出ていないという中で、この2回先頭山フォアボールから佐藤ライトへヒットで、ワンアウト1、3塁になって坂本、岡田監督が早速仕掛けます。セーフティースクイーズ、結果これ内野安打になってタイムリーになります。1対0タイガースが先制をします。4回2アウトから近藤がツーベース、まあ、初めて打たれたヒット、初めて迎えるピンチだったんですが、ここもインコースアウトコースお見事でしたね。打てる球なかったですよ、柳田はね。で4回ここもワンアウト1、3塁、先ほどの坂本の場面と同じシチュエーションでスクイズもあるのかと思わせて打たせてタイムリーツーベースと、うん、だから作戦に翻弄されてましたよね、石川が。でやっぱり石川が、まあ、ここもフォアボール絡むんですけれども、自分をちょっと追い込んでしまった部分があったんじゃないかというユーフネさん、まあ、プレッシャーはかかってたでしょうね、はい、で一番プレッシャーかけたのは大竹ですよ。大竹の投球です、うん、しかもトライトで2点タイムリー、4対0で石川変わります。で5回ツーアウト3塁から甲斐のタイムリーで、ホークス1点返します。まあ、ダブルプレー取った後の初球だったので、まあ、もったいない1点ですね、はい。ただ、まあ、もうトータルすると大竹はもう6回97球1失点ですから十分な仕事をしました。もちろん、ただです、はい、この結果として、うん、負けてしまったので、はい、7回いってたらまた展開変わったので、まあ、7回がちょっと今日のゲームの流れを分けたんじゃないかというゆうふねさんのお話、まあ、及川が上がるんですが、これ2アウトから下位にフォアボール、うん、だから勝負したかったです、はい、ヒットかた、たとえヒットでもね、はい、で代打野村、ファーストストライクですか、ファーストスイング、ファーストスイング、はい、この2球目だったはずなんですけどね、レフト1号2ホームランだけはっていうのは分かってたんでしょうけどもね、はい、結果としてホームランになったので、やっぱり反省すべきとこすごくあると思いますね。これで3点リードが1点リードに変わって、まあ、岩貞はお見事でした。ね、しどい打順でしたからね、はい、完璧な投球でしたね。で9回岩崎が上がるんですが、8回裏のタイガース追加点取れるチャンスをちょっと逃しての9回、うん、嫌な雰囲気の中マウンドに上がることになってしまいましたよね、はい、でアンラッキーなツーベースでしたからね。代打ミネイツーベース、ダイソーシュート、さらに一塁ランナーの甲斐もダイソー谷川原を起用して中村晃、左中間2点タイムリー、ヒーローインタビューでも言っていましたが、谷川原が結果これよく走りました。そうでしたね、はい、これでホークスゲームひっくり返します。だからコーチャーも回してましたからね、うん、5対4で岩崎降板、今宮、まあ、センターへタイムリー、まあ、この1点はもう流れであると。そうですね、勢いに乗ってっていう一打でしたね、はい。まあ、この後満塁まで行ったんですが、まあ、しっかりとね、石井は最後1人アウト頑張って取りました。最後はオスナが上がって1番からの打順、三者凡退、これで、タイガース痛恨の逆転負け、6対4でホークスが今日のゲーム勝ったという